マリホーやりました、ありがとうございます。4月5日、金曜日、昨日一昨日とね、日本ハムに勝って連勝中のロッテでしたけども、今日もね、ちょっと途中危ない場面ありましたけど、勝ちました。6対3で西武に勝ちました。外様が今日は2安打3打点ということでね、素晴らしかった。満遍なくね、打点を稼ぎ、そしてね、ポラちゃんがね、守備のと人としていい活躍、まあ守備だけじゃなくてね、打点もね、ヒットも打ちましたし、素晴らしかったですね。でもね、本当に。そして、西武に9連勝新記録ね、まさか、ちょっと知らなかったです。ちょっと配信してて教えていただいてね、ありがとうございますね。まあというわけで、まあ昨日北海道から帰ってきてね、まあなかなか相手も西武をね、福岡から帰ってきて、お互いちょっと長距離ということで大変だったと思うんですけど、その中で勝ったというのはでかいですね。今日先発小島投手、そして相手は今井投手だったんですけど、今井投手がいきなりね、高橋選手フォアボール、ちょっと荒れてましたね。岡田選手ね、バント決めて、チャンスだったんですけど、藤岡選手センターフライ、外選手空振り三振ということでね、ここで1点欲しかったなっていうのね、やりましたけど、小島投手も初回ね、スタートまで簡単にいったんですけど、外崎選手フォアボールだったんですけど、岸選手を、ショートゴロというね、よくね、ちょっとね、球数増えちゃったんですよ。2回もね、2アウト満塁まで行って、最後高部選手がセンターフライと。昨日も結構ヒット打ってもね、なんか点取れないみたいな流れで、今日もかいっていう中での、2回3者元に抑えた小島投手からの3回表、小川選手が2番ね、素晴らしいです。今日はショートで入ったんですけど、ね、10球目にフォアボール。これが本当すごいな、小川選手。本当今年はすごい、本当に。ね。そして、藤岡選手はね、三振だったんですけど、外選手がタイムリーツーベースで1点先制。この後またね、ポランコ選手フォアボールでチャンスだったんですけどね。そして3回の、これから小川選手かな、レフトのね、フライを。ね、ちょっとごめんなさい、この辺置いてなくて、でも2回ファインプレーしたって言いました。ね。ね。すごいんですよ。ポラちゃんが守備で今日はね。そう。そして、4回なら見てたんですけど、外崎選手のね、フェンス直撃ぐらいの、ね、自らの体を張ってレフトフライ、ポランコ選手。これは、見てましたよ、これ。これすごかったな。ね、膝ちょっと痛めてたかな、痛めたかなぐらいの感じだったんです。ほんとすごかった。先頭でしたしね。で、ツーアウトが栗山選手、ツーベース打たれて。これ4回ぐらいね。山村選手フォアボールだったんですけど、最後西川選手ショートフライで。小島投手もね、粘りまして。そして5回ね、藤岡選手レフト前ヒットで出塁して、外選手が、右中間のタイムリーツーベース。これです。まあ、トナス選手がね、ちょっと送球ミスという感じ。これエラーになったのも、まあ、タイムリーだから、打点はついてますけど。ただ、藤岡選手は、まあね、外さん、まあ、当たりももちろん良かったんですけど、藤岡選手の走り、なんか、めちゃくちゃ速かったなと思って。わかります？なんか、その、リプレイで見てて。速いなと。リプレイ生でもダゾーンで見てたんですけど、そしてその後ポランコ選手がね、膝を痛めてながらライト前のタイムリーということで、これで3対0ね。これはね、まあ、この後またチャンス掴むんですけど、またチャンスなかなかね、なんか複雑ですけどね。また5回もね、三者凡退で小島投手を抑えまして、で、6回はね、ワンアウトがトンサスデッドボール与えるんですけど、岸選手をダブルプレイで、ね。ね、そして7回、藤岡選手フォアボール。そしてダイソー友崎選手で、ワンアウトがオカピは途中からね、ポランコ選手代わって入ったオカピが、詰まりながらもレフト前ヒットで1、3塁、そしてトシ君が攻撃犠牲フライ。こういうね、なんか、トシ君今日2塁打も打ってましたけど、ね、こういうなんかさ、1点欲しいところで1点取れるっていうのはすごいでかいですよね。その後は、ね、中村選手がヒット打って1、3になるけど、ヤスが打てずと、もう1点というのがね。まあまあでもこの1点はでかかったかなっていう。
そしてね、7回。ちょっとね、その7回表が長かっただけに、オジーが、ちょっと、なんか多分そのベルの暑さもあったし、ちょっとうまく調整が効かなかったのか、栗山選手2、3からフォアボール、そして山村選手ライト前ヒット、西川選手ライト前ヒットで、ね、まず1点入り、そしてね、ライト藤原くんは、カットのファースト、まあ、ホームに投げて、これをファーストがカットします。そして、西川選手は、セカンドに走り出してたんですよね、もうすでに。カットしたぐらいに。そして、ファーストが追って、セカンドに投げて、そしたら、その後のカバーが、セカンド誰もいなくて、そして、オロオロしてる間かな、なんつうの、難しいですかね、表現。その間で三塁ランナーがもう、ホームに来て、で、ホームに投げたんですけど、結局、送球それて、セーフみたいなね。何やってんだみたいな。結局、2対4。2点取られちゃってね。しかも、なおもランナー、ノーアウトランナー2塁になったんですよ。ちょっと説明が下手すぎて、ごめんなさい、ね。まあ、結果、ノーアウト2塁で、なったんですよ。ただ、1回ね、古賀選手を三振に抑えて、ワンアウト2塁。長谷川選手だったんですけど、長谷川選手に代打ね、長谷川選手タイムリーヒットを打たれます。4対3。ね、4対3。おいおいおい、やばいんじゃないかって中で源田選手が出てきて、それで、ここでワイドピッチをして、長谷川選手が走った時に、ワイドピッチもして、結局3塁に走られて、ワンアウト3塁になって、おいおいおいと思ったんですけど、源田選手をこれ最後、素晴らしい球でね、三振取りました。で最後、山野選手の時に、横山選手が上がって、ここがサードゴロに抑えてね、これね、同点にされてたらって思ったらあれなんですけど、よく抑えましたね。そして8回ね、ヤン選手から、ワンダとか高部選手、レフト前ヒット、小川選手もレフト前ヒットと同じような打球で、そして小川選手の友杉選手のね、時に、ワンバウンドの球が来て、これね、そんな弾いてなかったんですけど、高部選手がね、めちゃくちゃいい走塁して三塁に来ました。そして友杉選手が、セーフティースクイズかな決めまして、1点取りました。3対5、まあ、ロッテからして5対3。しかもまさかの友杉選手も、ランナー残りまして、ワンアウト1、3塁。そしてさらに外選手が、まあ、浅いねセンターフライだったんですけど、これは三塁ランナー小川選手がやっぱ足が良かったです。余裕でセーフでした。これ6対3になって、これはね、でかかったです。そして、まあ8回は、鈴木翔太選手が出てきて、三者凡退。そして9回松田選手が出てきて、こちらも三者凡退ということで、完璧、この2人は素晴らしかったです。本当完璧でしたね。まあというわけで、3連戦の初戦、まず勝ったのもでかいですし、ね、なんか、ちょっとね、7回だけちょっと、7回だけ何やってんだみたいな感じはありましたけど、まあ、軒並みいい今日は試合をしてたんじゃないかなっていうのはありますし、まあ、明日ね、種市さん、ね、なんとか、明日、相手は隅田投手なんですけど、なんとかね、今日みたいないい戦いをね、選手点取って、いい戦いをしてほしいなと思います。というわけで、中野トロピーラリー、しばらくワインチャンネル、また、ちょっと、配信、見ていただけてありがとうございます。またちょっとできるときやります。ありがとうございました。皆さん、いい週末を迎えてください。ありがとうございます。